皆さん、こんにちは。井川直輔です。はい、おとといのね、ライブに参加してくれた方、ありがとうございました。はい、じゃあ今日も早速ですね、確定申告用に向けてアクセスをね、作っていきたいというふうに思います。ちょっとね、フォームの柄を変えまして、ID と尾行をね、追加しました。はい、で、尾行をなんで追加したかっていうと、例えば本とか買った時に、どういったものか、どういう本を買ったのかっていうことをね、記載したくてこれをつけました。で、ここでね、要はディールクアップ関数で飛ばし、ディールクアップ関数で、銘柄とか、代金とかを入力していくんですけど、ここにいちいち JR 版とか大泉アーミュージョとかって打っていくのがめんどくさいですよね。なので今日はちょっとここにコンボボックスをつけたいというふうに思います。コンボボックスをつける場合には、まずレイアウトブーを選択して、ここを右クリックしてください。そうすると下の方にコントロール種類の変更というのがありますので、ここをコンボボックスに変えます。はい、コンボボックスに変えるともう出てきちゃいましたけど、コンボボックスに変えて F4 を押します。そしてデータのところで集合ソースというのを選択しますね。で、経費内訳の、はい、ここをね選択して OK というふうにしますと、これまたホームのプロパティでデータで入力用をはいに選択しますということですね。で、それで、コンボボックス以外の入力値を入れるとエラーを出すようにしたいという場合には、経費詳細ここを選択して、ここの入力チェックっていうのがあるんですけど、ここをハイにするとコンボボックス以外の値は入力されないようになります。で、ちょっとやってみましょう。コラボ指数、デザインビューで、ちょっとすいませんね、ここのイベントが有効になっていないと働かないので、ちょっと見てみましょう。はい、大丈夫ですね。はい、コラボ数とかっていう風にしてやると、こうやって新しくものが入っていくということになりますね。で、コンボボックスで注意点が、1個だけありまして、どういうものが注意点かという風に言いますと、よくこれもヤフーの、知恵袋で見かけるんですが、はい、ここにルックアップというのがあって、ここでリストボックスとコンボボックスを選べるんですが、テーブルでつけるのはこれは絶対にやめた方がいいです。もう動画で 3,4 回言ってるんですけど、これだけは絶対にやめた方がいいですね。なんでかっていうとですね、ここを入力すると、このオートナンバー型の ID がなぜかしら返ってくるんですよね。僕意味わからないんですけど、分かってる方いたらちょっと教えてください。以前ね、うちの会社でこれをやって、名前を抽出しようとしてもなぜか番号で出てくるっていうのが、あって、結構パニックになってたんですけど、私は多分こいつはテーブルで、コンボボックスを作ったんだなっていうのが分かったので、別に 何も言わなかったんですけど、作り変えた方がいいよっていうふうには言った記憶があるんですが、そうですね、ここだけは注意した方がいいです。で、もう一個なんですけど、こうやって入れてですね、今ここ1234っていう風に入っていってるんですが、間違えて例えば入れちゃったから、これを削除するっていう風にしますよね。はい、で、正しいものを入れると、例えばロリポップにして、ドンと入れるとですね、はい、ここが4番が欠番になってしまうんですよね。4番が欠番になることが、どうも気持ち悪いというような場合には、一番簡単な修正の方法をご紹介いたします。はい、まず、この状態でデザインビューを選択して、ここの ID を、削除してください。こんな感じで、はい、でもう1回
ここのところで、行の挿入と入れて、ID と、ID と、ID と入れて、ここをオートナンバー型にすると、オートナンバー型どうだあった。で、ここに、チェックを入れると。で、これで閉じます。そうすると、ここの番号が修正されているということですね。多分オートナンバーの一番正しい、買い方っていう買い方というか飛び飛びのオート番号を直すのはこれが一番早いというふうに思います。ただし気をつけなければならないことが1個あって、このオートナンバー型の ID を、主キーとして、何ですかオートロックアップクエリとかを作ってる場合にはそれやるとデータベースメタメタになりますからね、気をつけてください。あくまでも入れた入力順に表示したい場合とかっていうのはこの ID をつけておくのが一番いいです。 ID なかったらデータベースぐっちゃぐちゃになっちゃって、例えば今日入れたものが一番先頭に来てるとかっていうようなことがよくあるんでね、アクセスっていうのはそこは注意した方がいいと思いますね。はい。で、こうやって、レコードを保存するときになんですけど、ここをいちいち押すのってちょっと面倒じゃないですか。だから、それをご紹介いたします。今日はデザインビューを選択しまして、ここのところからですね、ホーム、ヘッダーというのを選択しますと、ここに、入力できるものが出てきます。ほいで、ここにボタンをつけます。こうやってね。そうすると、いろいろこう出てくるんですけど、よいと。で、ここ、レコードの検索にします。レコードの保存にしますね。はい、レコードの保存にします。で次へ、でもコマンド38っていうボタンが出て、まあ、これは完了。僕なんか結構奥な性格の方なので一時これ名前は付けないですけど、でここにレコードの保存というボタンができました。でちょっと出が小さいので、書式のフォームの書式のここの字をちょっと大きくしましょう。はい、ちょっとか、はい、こんな感じでね。でデザインビューにするとこんな感じになります。でここにイベントを仕込みたいので、F4 で、でここに行くとですね、このすでにね埋め込みマクロっていうのがあるんですよね。でこれも Yahoo の知恵袋とかでよく見るんですけど、僕は、この埋め込みマクロっていうのは一切使ったことがないです。なんでかっていうと汎用性が全くないから。Excel を使ってる方でしたら分かると思うんですけど、マクロの自動記録とかっていうのがあって勝手にマクロが出来上がってくる、まあ、VBA のコードが出来上がるっていうのがあると思うんですけど、アクセスは悲しいかな、そんなことはできないので、なんかパーツごとにアクセスのところでその、Excel のね、マクロの自動記録の機能に変わるようなものを使ったと思うんですが、これは絶対に僕は使いません。汎用性がないからですね。でイベントプロシージャーを仕込みます。でここで開けておいて、じゃあ何をするかというと、いちいちコード書くのめんどくさいので、何回も言いますがデスクトップ型にね、このように保存をしております。はい、これですね、これ。でこれをポンとコピペすると、で内容は do コマンド run、do cmd、まあ、do コマンド、run コマンドの、as cmd saved record、まあ、今のレコードをセーブして、do コマンド go to レコードの新しいレコードに行けっていうふうに書いてます。はい、じゃあやってみましょう。はい、例えば、ブログ素材っていうのをやって、こうやってポンってやると、保存されるということですね。はい、でこれで、経費を入力する画面はなんとなくできたなということになりますね。はい、こんな感じで、やっていきます。で、何回も言いますけど、こういうね、あ、これじゃない、こういうね、のカンペを、こうなんていうんですかね、自分のデスクトップに書いておくと非常に便利なものになりますね。で、これをやるよりは
アクセスでデータベース化をして、必要なコードはアクセスでデータベース化して必要なコードを呼び出した方が絶対に早いと思うので、メモ帳よりはアクセスにやった方がいいんじゃないかなっていうことをこの間、ライブの時に、申し上げたんですが、Python に関しては全部データベース化をして、使ったシーンとかを全部記録していて、どのコードだったっけなっていうのを検索フォームでやるのが一番早いということになりますね。はい、いいですかね。はい、で、入力したものは全部、ここに、カウントされます。ここに全部カウントされて、でついでだからこのクエリーを作ってしまいましょう。はい、でクエリーは何で必要かっていうとですね、今回は簡単なクエリーの集計方法をご紹介したいと思うんですが、クエリーデザインとしてこれをしますよね。で ID からここまでをひょいと入れて、実行っていうふうにします。そうすると、どうだっけな、ここだ、ここに集計っていうのがあると思うんですが、自動的に、縦算の集計はこれしてくれます。合計っていうと11380とかね、ただし合計できるものになるので、日付とかをやったとしても平均とカウントと最大最小しか出てきませんし、文字型のところはね、ここはカウントしかしないし、ここも確かカウントしかしないはず。そうで、数字に関しては、簡単な集計だったらここでやってくれますので、これはなかなか、いいもんじゃないかなっていうふうに思いますね。うん、どうですかね。はい、これでまず、ここをで必ず、クエリーに関しては Q をつけてアンダースコアをつけて、経緯比としますということですね。でこれをやっておくことによって、これはもうどんどん今僕は何もやってないので、6月までしかないですけど、本当は1月から今日までの経費がここにかかっているはずなので、ここでやると、あ、経費がこんだけ使ってるんだなっていうことが、分かります。はい、どうですかね。今日覚えてほしいことっていうのは何かっていうと、まずコンボボックスなんで、それからもう一個言いたかったことがありまして、これね、こうやるとコンボボックスがダーって出てくるんですけど、コンボボックスをこう作れるようになってくると、だいたいね、アクセスをやっててなんですけど、コンボボックスはできます。で連動のコンボボックスもまあなんとかいけます。ほいで3連動になるとなかなかできなくて挫折してやめていきます。簡単なんですけどね、僕の動画でもこれ紹介してるんですけど、調べてみていただければ分かると思うんですが、ネット上でもダブルのコンボボックスは出てくるんですけど、3連動のコンボボックスっていうのはなかなか出てこないです。で私はまだその時オートルックアップクエリっていう知識がなかったがためにでですね、これはもう全部連動を組まなきゃならないとかっていうふうに思って、私はですね6連動のコンボボックスを組んだんですね。6連動のコンボボックスを組んだんですが、アクセスがネットワークドライブ上にあったがゆえに、これコンボボックスを1回1回やっていくとですね、1回1回選択するごとにクエリに更新がかかって非常に重くなるっていうことが僕分かったんですよ。それまでは分かんなかったんですけど、なので、でしかもですねコンボボックスって結構こう列がダーって並んでくるとですね、選ぶ人間にとってみたらねえらい面倒なんですよね。なので一発で、選べる方法がないかということで、何かしらオートルックアップクエリがスコーンと思いついて、あ、こうやればよかったんだっていうことがやっと分かったっていうようなことなんですけどね。はい、なので、これね、あまり長いようにするんだったら、そこを選択した瞬間に、入力フォームが立ち上がって、そして、そこでな、例えば大泉アミュージョとかっていうのをポンと選んだら、ここに、経費掲載のところに入力されて、それが全部ダーッと入っていくというような方法をした方がいいんじゃないかなっていうふうに思いましたね。はい、今日はじゃあちょっとここまでにしましょうかね。はい、VBA ね、ちょっとずつ紹介していくんですが、アクセスのね、VBA のコードっていうのは、こういうね、
ちょっとちょっとの短いコードなので、Excel をやるよりも、アクセスの VB をとっついた方が、覚えが早いんじゃないかなっていうふうに、ちょっと思う今日この頃であります。はい。で、次回はですね、何をやっていきたいかというと、アクセスの中でですね、ちょっと現金水道帳を作っていこうかなというふうに思いますね。それまでに私は、溜まった領収書を全部この中に突っ込んで、やっておきたいというふうに思いますので、別にまあ経費はね見られてもちょっと全然大丈夫なんですけど、ここにMT PayPal っていうふうにあるんですが、この MT PayPal の中にはお客さんの情報とかが全部入ってるので、皆さんにお渡しするのはこの PayPal のテーブルを省いたものをお渡ししたいというふうに思いますので、ちょっとそこだけはご了承をください。はい。それからですね、そう、今日ね、質問が来たんですよね。いろいろね、こう時代が進むにつれて、アクセスっていうのは、ちょっともう古いんじゃないんですかっていうか、市場がなくなるんじゃないんですかみたいなことを、コメントにいただいたんですけどね。オラクルにしてもファイルメーカーにしても何にしても、優れてるところは全部、優れてるところも、もちろんアクセスに関しても優れてるところはたくさんあると思うんですね。で、要はそれを扱う人の問題だと思うんですね。で、そのライブの中でいろいろ意見というか僕も賛同できるっていうのは、なぜアクセスを僕がここで紹介してるかっていうと、なんですかね、会社で一番身近に開発環境が手に入るものが僕はアクセスだというふうに思ってるんですよね。で、ファイルメーカーとか、オラクルとか、それからサイボーズ、とかね、そういったところにもし頼んだとしても、多分開発費用ってね、もう莫大にかかるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。アクセスはお金かけなくても自分で頑張れば開発できますからね。どのシステムもそうなんでしょうけど、確かね、オラクルとかっていうのがなんかすごい難しそうな気がしたような気がする。オラクルのプラチナでしたっけ、ゴールドでしたっけ、ライセンスを持ってると、なんかそれだけでも年収1000万以上を超えるような、とてつもないむちゃくちゃな難しい、ライセンスだと思うので、はい、僕はなんか皆さんに何かをしてほしいというわけではなくてですね、VBA というか、一番いい早いのが仕事が早くなれば一番いいと思うんですけど、そのわずかね、これもライブの中で出たんですけど、知ってるか知らないかだけで、知ってるか知ってないかだけでね、苦労するっていうのは僕はいかがなもんかなというふうに思いますね。はい。それは勉強して身につけるしかないんですけど、で、求人情報でなんですけどね、コールセンターの、その方もコールセンターで働いてたんでっていうコメントがあったんですが、コールセンターでバックヤード業務、要は電話はしないでただシステム開発を受けようだけ、しかもそれアクセスでやってっていうと、時給確か2000円のものが札幌であったので、まだまだ捨てたもんじゃないかなっていうふうには思います。そこに行ってね、何かをやってくれ、何かをしようとかってことは全然思ってないですけど、実際に僕が作ったアクセスのファイルもお客様にご購入していただいている事例もあるわけですし、はい、それは、物の使い方ない使い方な使い方じゃないんでしょうかという私の回答に返させていただきたいというふうに思いますね。はい。それからですね、BGM の問題も出てきたんですが、確かに連想配列の時はうるせえかなというふうに思ったんですけど、BGM は僕は、今限りなく音を小さいようにして小さくしてやってるので、ちょっとこれからはやめるということはないと思いますね。はい、やめるということはないというふうに思います。はい。それが回答になりますね。はい。ちょっと今日なんかすごいつまんない内容ではあったと思うんで、ですが、言いたいことはね、こういうことですよね。よく使うコードっていうのは、何でしたっけ、デスクトップに保存をしておきましょうということですね。デスクトップに保存しておけば、これはコードはこうだったなって、こんな感じでね。はい。皆さんによくご紹介したこのね、最終行までとかっていうのは全部こういう風にやってますね。こんな感じで色だけをクリアとか、これは競馬のオッズのあれで分かったものを書き留めてここに置いておくとかね。はい。これはですね、筋トレのあれですね、
努力して結果が出ると自信になるとかね、こういうのを読んで、ね、自分よし頑張ろうというふうに思ってるので、はい、ちょっと最後わけわかんなくなりましたけど、じゃあ、来週の、今週の金曜日にね、また皆さんと一緒に勉強していきたいというふうに思います。はい、それでは今日はこの辺で失礼します。さよなら。